この曲は A ちゃんですね。はい、時間よ止まれ、はい、はい、名曲でございます。お便りが飛び出してまいりました。なぜなんだろうということで、うん、坪井さん、いつかコンサートをということで CBC もビートルズをね、招聘もいたしました。昨日10月5日片原智和さんのお便り、10月5日日本武道館ができて50年を迎えました。現在では武道よりもコンサートの聖地として内外で有名です。その中でミスター武道館と呼ばれているのが、というのは武道館で一番たくさんコンサートをやったのは、はい、武道館も結構なキャパシティですからね、はい、はい、あそこで何回もやれるっていうのはステータス、その人のまた実力でもあるわけ、はい、坪井さんはあるんですか。私ですか、武道館やってもいいですけども、うん、そこでまあアルバムなんか作ってもいいです、ライブのね、うん、でもなんか誰も人来ないとスタジオ録音になっちゃいますのでやるだけ無駄です。坪井のりょういん武道館ってシーンってスタジオと変わらへんやん、これやったらあんた。お前な、借りるお金が、お金もったいないやないかい、もったいないですからね。 A ちゃんすごいね。 A ちゃんが一番ここでやったらしいです、うん、すごいじゃないですか。昭和52年を皮切りに今では127回もコンサートをしています。うん、彼曰く建物が正八角形でアリーナ席2階席3階席みんなを見渡せる一体感がいい、うんうん、ねえ、そういえばあの CBC さんも昭和の時代49年かな、はい、ビートルズを招聘したところでもあるんですよね、と。41年か、ごめんなさい、49年じゃないですね、1年だと思うんですね。ちょっとぐちゃぐちゃっとなってますんで、あのあれですが、41年、坪井さんもいつかやってほしいですということですね、はいはい、茨城のコーラ少年さんもやっぱり武道館が50周年を迎えましたということですね。 A ちゃんが今まで一番同じ内容で書いていただいております、うん、あの本当にこういうことになりました。でまあ、武道館ですから、はい、いかにもこの日本的なということです。ですからここでビートルズがやった時には右翼の凱旋者が出ました。あ、そうなんだ、はい、なんであんなとこでやるんだ、武道館で、はい、武道館で何を考えてるんだというような時代でもあった。そう、武道だもんね、武道、うん、私ね、うん、武道館でちっちゃい時ね、うん、あのいちごとかりんごとか、うん、武道館だと思ってた、うん、いちご館、オレンジ館があって武道館もある、かわいいなと思ってたんですけど、ええー、な武道館は字が違ってました、ね、そんなシンデレラが行くような武道会武道会みたいな、武道みたいな感じですけどね、はい、そう、ブドウやから勇ましい方のブドウやもんね、はい、あんたな、うん、昔から全部食べ物に結びつけて考えておりましたですけどね、はい、そうか、はい、日本の魂みたいな、うん、そんな感じのイメージもあったのかな。東京ブドウ館、ね、青森リンゴ館とかいろいろこういうの各地に作るといいかもわかりませんですね、そうですね、はい、はい、ということでございました。よいしょ。